京セラドーム大阪からお伝えしてまいります。オリックスバファローズ対福岡ソフトバンクホークスのゲームです。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。相手がエースということで、これなかなか点を取るのが難しそうですね。そうでしょうね。まあですからね、ランナー1人どう生かすかというところでしょうね。はい、そのあたりに注目していきましょう。さあバファローズ、得点圏にランナーを置いています。早い段階で点を取られてますから、できるだけ早いうちに返しておきたいですね。なるほど、そうですね。まあただちょっとチャンスで力む場面も見られますから、ミスショットしないようにしたいですね。はい、さあこのチャンスしっかりものにしておきたい。ライトへ持っていった、これは大きな打球、ワンバウンドヒットになった。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁まで進みました。バファローズ1点返しました。2対1になりました。なおも三塁二塁のチャンス。さあそしてバッターボックスにはロドリゲスが入っています。さあチャンスが続きます。まあこの流れに続いて一気に逆転まで行ってしまいたいですね。なるほど、そうですね。甘い球見逃しちゃいましたね。そうですね。変化球打っていった、これは大きい、入った、ホームラン。ロドリゲス逆転スリーランホームラン。白球高々と舞い上がり、京セラドームのスタンドに消えていきました。真ん中にスッと入ってきた変化球、しっかりと引っ張ったあたりはフェンスを越えていきました。逆転に成功しました。この回のオリックスバファローズ4対2。いや早い打球でしたね。あっという間にスタンドに飛び込みましたね。はい、試合を制したのはオリックスバファローズです。西さん、相手エースを打ち崩しての勝利です。これは価値ある1勝と言えると思うんですが、いかがでしょう。いや大きいと思いますね。この1勝、まあ、ただの1勝じゃないですよ。まあ、相手にとってはもう本当に大きなダメージですからね。大きな勝ち星ということになりました。勝ったオリックスバファローズ、大きな今日は勝利になりました。一方のホークスですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはオリックスバファローズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで京セラドーム大阪から失礼いたします。本日のご来場5000円誠にありがとうございました。お帰りの際にはお忘れ物などございませんよう気をつけてお帰りください。またのご来場心よりお待ちしております。皆さんありがとうございました。